どうもこんにちは、原亀です、今回もガンプラについてやっていきたいと思います。先日ですね、お台場のガンダムベースにちょっとお邪魔しまして、久しぶりにガンプラを見に行きました。で、まあネタとしてこの小学校の時に買えなかったガンダムとシャーザクを買ってきました。300円でした。これは40年以上前の僕が小学校の時に見たものと全く同じなんですよね。で、値段も全く同じっていう300円っていうね、これはもうバンダイさん企業努力ですよね。未だに300円でこれを出せる、まあ、金型は同じだと思いますけれども、これをですね300円で出せるって素晴らしいですよね。普通値上げすると思うんですよね、材料費だったりいろいろね、今の時代に合ってますんで。ただね、やっぱり300円でこれが買えるってのはすごいですね。で、まあ40年ぶりですか。40年ぶりっては40年経って初めて手にしたこのシャーザクですよ。これ白くない？説明書はね、こんなに簡単なんですよね。1枚もので説明書になってます。いやー、当時これが買えなくてね、ちょっと感慨深いものがありますよね。ネタとして購入してきたんですが、このちっちゃい箱はね、この300円のこのシャーザク売ってなかったんですよ、当時。本当にガンダムも全然売ってなくて、これも。やっと買いました、40年ぶりですよ。まあ、ネタとしてですけどね、これ通常これね、売ってなかったんで、いや、すごいな。まだ300円で売ってるんだ。すごい。素晴らしいですね。まあでもこれね、ネタとして、どうですかね。オブジェですよね。実際作りはしないと思います。で、この300円のガンダムもリニューアルしてかっこよくなってるんですよね。全然気がつかなかったんですけど。中身がですね、変わってます。プロポーションがすごく良くなってますね。パーツの数はほとんど同じぐらいだと思います。ちょっとね、この小ささですね、大人になった私も塗り分ける自信がないですね。もうマスターグレードとかでの大きさに慣れちゃってますんでね。で、ついでに最近出たであろうエントリーグレードという新しい、ガンダムを購入してきました。これはパーツが倍ですね。300円のやつの倍の量入ってます。色プラになってますし、まあ、僕らは小学校の時買えなかったんですけど、大人になって買ってもちょっとときめきがあったりしますね。これすごいですよね、エントリーグレードよくできてます。これだったらちょっと作れるかななんて思ったりしますね。300円のやつはこれさすがにちょっと塗り分けする自信がないですね。こう小さすぎるんで、もうね、手も大きいですし、なかなかね、この144分の1のプラモデルをよく作ろうと小学校の時に思いましたよね。かなりレベル高いと思うんで、まあ塗り分けも相当難しいですし、関節もカチカチですからね、これを作ってうまく立たせられる自信がないですね。で、まあ今回なんですけど、まあ、前回に続き、ガンプラの撮影をやっていきます。グレーの背景のですね、写真を撮りたいと思いますね。パッケージのイラストだったり、結構ね、説明書って一時期青のバッグだったり、バッグに色がついてたことがあったんですよね。まあ、ところが最近は白とか黒とかグレーが多くなりましたよね。やっぱり色入れるってちょっと、雰囲気変わってしまうところがありますんで、まあ、色が入ってない方がより、その、なんですかね、被写体が目立つって言いますかね、そういう違いがわかると言いますか、まあ、白い背景よりはグレーの背景が一番僕は合ってるんじゃないかなと思います。まあ、切り抜いて、まあ、雑誌などは結構切り抜いて宇宙の背景差し替えたりとかやってますけどね、まあ、作品を単純に作品の良さを伝えるっていうことだと僕はグレーでいいと思ってます。まあ、商品撮影もみんな結構グレーでやることが多いんですけどね、まあ、そういうことも考えて、まあ、グレーのね、表現領域を使って、まあ、白からグレーへ、グレーから黒へというね、その間の中で表現するっていうことですね。それが写真の基本となりますので、まあ、そういうところでね、綺麗にプラモデルを見せることができればいいなと思います。ということですね、今回は
グレーのトーンを使った表現をやってみたいと思います。ちょっとですねセッティングがやはり本格的なセッティングになってしまうので少し道具が多かったり、まあ、スペースが必要だったりしますんで、まあ、今後ですねこれをどんどん消化していってまあ、どういうふうに安い安価でそのセッティングを揃えて同じような撮影に持っていくかっていうところもやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。